ヨコモ YD2ZS をリリース。フォーギアで加速トラクションを活かせる YD2ZS が新登場です。 YD2Z のシャーシをベースにモーターの回転を反トルク方向で使えるフォーギアトランスミッションの S シリーズ用ギアボックスを搭載したマシンが新登場します。これまでの3ギアトランスミッションはフロントの接地感や加速レスポンスなどが大きなメリットであったものの、以前から好評であったフォーギアトランスミッションの要望も多くありました。特にグリップの低い状況などで加速時にリアを押し下げる方向に力がかかるモーターの反トルクはフォーギアを使い慣れたドライバーにとっても大きなメリットとなります。 YD2ZS ではアッパーデッキアダプターを専用設計とすることでギアケースの搭載を実現しています。ベースシャーシは YD2Z ですので、ストレートパックなどのスタンダードサイズバッテリーも搭載可能です。当然ながら 4.8mm のピロボールやドリフト専用スプリングなど細部も最新仕様にアップグレードされています。スロットル音でリアを押し下げる方向に力がかかるため加速時のトラクションを得やすくなります。もちろんセッティングとの兼ね合いもありますが、低グリップ路面では大きな武器となることでしょう。フロント周りはこれまでの Z シリーズと共通で信頼性の高いステアリング構成です。 4.8mm のピロボールやドリフト専用スプリングなどで最新仕様にアップグレードしています。これまでの S シリーズではショートリポバッテリー専用でしたが、 ZS ではスタンダードサイズのストレートパックバッテリーが搭載可能です。バッテリーの選択肢が増えることで初中級者の方にもおすすめしやすい構成となっています。 RWD ドリフトカー YD2ZS、 価格は定価 28,380 円税込み。 RWD ドリフトカー YD2ZS YG30 にジャイロ付き、価格は定価 32,780 円税込みとなっています。それではまた次回お会いしましょう。